The Challenger. あっ。Round one. さあ、林さんが5で 5-5 ですね。あー、空中2ヒットか。DOP はなくなったけど、ハリア、多分あの距離ハリア意識してると思うんだけどね、多分ジャストが間に合ってないですね。さあガンダッシュで切り込むが、あ、じゃあショージャンプだった。まあ、固めてあの距離だとな、スパドンやっても多分相打ちだからやんなかったんでしょう。さあ残りお互い体力似たようなもんですね。ハリアで画面端に、おいしい展開だったが残り時間が3秒、ガンダッシュしてバックステ狙ったんかな。おっと何かに引っかかった。投げてセットプレーがめくりじゃねえ。さあ画面端のハリアが今の固め方一回見ましたね。あの固め方は若干隙間があるんで、まあでも卓ですけどね、この固めやるかやらないかでなかなか反応は難しいですよ。さあバックジャンプ焼却、裏回ったが、さあどうする。あー出ない、俺球が出なかった。あっ確定、まあ今の超質版でも潜在版でも多分どっちもスパドン中に死んじゃうんで、まあ、ゲージ回収はできなかったですね。ああるある。さあこれで5割、押し攻めが禁煙、三段ジャスト中段確定しない中段昇竜拳、いやー空投げ透かしてくんだもんな、あの右2C 雷鳴ダン昇竜拳が引っかかる、ちょっと怪しかったな。でも着地硬直かな。島田が6で6号っすね。さ開幕壊しいハリア、ハリアが初段当たったが、あーっとこれが画面端に追い込まれて痛いダメージ。じゃあ先3段しっかり見てた。焼却は全部で4段ヒット、高さによっては3段ヒットでジャスト切り替えなきゃいけないからちょっと難しかったんだけど、さあキャンセルハリアをしっかり2段ジャストしてガーキャンクーサジン、リアルキからコパンで落として中段、これは確定でも相打ち、なんだろうな確定なのに相打ちって昇竜拳で Round 2 Fight。 さあ後ろ蹴りでダメージを取って、まあ、ハリア2回から中段はバックして、さすがに慣れてきたか。さあ2段ジャスト確定ではないと思ったか、落として中段1段だったが、この後のハリア当たって痛いダメージ。2段ジャストだがめくりジャンディから置き攻めがあの飛び道具、小ジャンプ消極、こういうのもあるのか。さあ昇竜で落として
おっと KO。 あージャック・クーさんにしとけば置き攻めいけたのにと。ショージャン B が当たって、ショージャン B が当たって、さあカウンターヒット、おいしいぞ。あさあ確定させて、昇竜めくり出ない。さあ確定じゃないぞ。こちらは確定して、 TOP の俺様だからなんと5割減るんです。さあ75だったかな、75で島田。さあハリアが当たって、あのハリアの後ね、後ろ受け身と前受け身とどっちにしようかなってあるんだけど、ちゃんとどっちもね、ベニー側は対応できる位置があるから。さあ空中ジャストからガーキャンでハリアを出すと、相手が受け身できないんで、しっかり置き攻めいけるんですよね。さあ城崎の空振りにハリア 2D が出てしまったが、相変わらず画面端なので、相手が上にいたからハリアを出し切って、ゼロドット。島田はゲージを貯めたい、引っかかった、ゲージを貯めたい、ひたすら暴れてきますね。 KO Round 2 Fight。 ハリアで画面端に追いやって、ハリア削りだけでかなりいって、TOP を削るだけ。バックステハリアはしっかり判断からしっかりやって、最終段まで当たったから、まあよしとしましょう。安いですね、2回ヒットしてません。出先は相手がしっかり逃げてましたね。壊し壊し壊し、ハリアで固め、画面端行ったが、今のはハリア読みの小ジャン B を置いて削って、さあ高いハリアだった、させはしなかったが、まあよしとしましょう。ああバックステでハリアを見切ったのに、ああ初段のあの距離はダメなんです、ダメなんです。さあ上を取ったがジャストができなかった、で後ろを取ったが、取ったが本人も認める、ああですね。まあむずいよね。さっき裏回ったんだけど、まあフェイントが難しかったです。林が6で76ですね。さあ画面端に追いやられてしまった、3段ジャスト、自然脚だったらおそらく3段で止めるだろうと判断しての行動でしょうね。痛い攻撃入って、でも先に TOP に切られましたね。十分引きつけた昇竜とか開けますね、ちゃんと。さあ固めてダメージ取って、バックステで逃げて、ロンハンが逃げる、中央に逃げて画面端に追い込む、逃げられた。バックハリアで投げてセットプレーは表、なんであいつ前歩いてる。さあしっかりジャンシーから、ショージャンシーからですね。固めて固めて、おっと確定ではなかったからな今。おっとこれはダメなやつ、林が7で77ですね。
round one. Fight! あ、次の試合で敵交代で。くなげ。固めて。固めて画面端に持ってって。テイクハリア上を取っていたがダメだった。やっぱりガーギャンで。B ハリア前に出てラインを取る。さあしっかりシャガシーからテイクハリアで固めるが、その後は昇竜拳で切り返される。さあ B ハリア当たって垂直ジャンプからおっと 2D が当たる。中段にはしっかり昇竜裏回ってからコパン。ジャンディが当たったが、さあしっかり画面端に追い込んだ。ひたすら歩き壊しで投げ抜き仕込みのコパンとかを狙ってるんだろうが、本番でできなかった。昇竜拳が潰される。いや、よくあるよくある。あの昇竜拳飛び上がる前に腕切れるから。ハリアも強い、確かに。今のは俺様仕込んでたのか。うちらある。まあでも画廊はそれが普通にあるからな。怖いゲームだわ。さあバックステでハリアを逃げて、さあ時間を稼ごうって感じかな。おっと壊し暴れが通る。大丈夫。じゃあ席交代で。